明けましておめでとうございます。2021年、ね、なあ年明けたな、はい、明けましたね、はい。まあ、去年はいろんなことがありましたけれども、まあいろいろね、はい、ありましたよ。ありましたよね。いろいろありました、まあ、コロナだったりとかで野球界も大変だったな、はい、まさか本当に開幕がずれ込んだりとか、試合がねこう密に、あの日程が密になったりなんて考えてもね、まあそうだな、なかったので。でもコロナ収まりそうもないしな、ま、今年はそうですよ、ね、またどうなるのか、ちょっとねそのあたりも気になりますし、またプロ野球もねこのコロナのまた変異種とかも出てきてるので、 そうだね、その影響でねまたちょっとどうなるのかって、なんか暗い話してもあれなんで、でも、はい、景気の話、景気のいい話をなしようよ。もう1日なのでしましょう、うん、それで、はい、各球団の若手で、はい、うん、今年ブレイクするであろう、うん、またしてもらわなきゃ困る、はい、そういった選手をピックアップしてきたから。でもなんかお互いというか、いやもう期待してくださいよ、ちょっと目をつけて。そうそうそう。おお、え、これはセパ12チーム、もう12チーム、あ、じゃあまあある程度名前があったりとかする人もいるんだけど、はいはい、もうブレイクしなきゃいかんぞと、はい、なるほど、うん、じゃあちょっとセリーグからいきます、パリーグからいきます、まあどっちでもお好きな方で。じゃあセリーグから、はい、わかりました、いきましょうか、はい、まあ、セリーグ巨人で、はい、ブレイクしそう、あとは豊さんがブレイクするであろう選手、うん、さあ誰ですか。書いてあるでしょ。はい、書いてあります。直江大輔投手。そう、はい、やっぱ身長が高くてさ、はい、上から投げ下ろして、うん、去年ね広島戦だっけな、投げたの。そうです、8月23日広島戦、うん、あの時に、はい、あ、このピッチャーは育ったら勝てるなって思った。それはどんなところを見て。あのね、丁寧なんだやっぱり、はい、ピッチングはね、うん、それと見てるとあの日本ハムの噂は、あ、はいはい、あれにちょっと被って似てるんだよね。へー、うん、でもう一歩のところで、まあ、スタミナ切れかもわからないけど、うん、まあ、降板して、はい、勝ち投手の権利とか得られなかったんだけど、はい、このピッチャーをうまく育ててほしいなと思うね、うん、まあ、去年は、うん、まあ、3試合先発で投げたんですけれども、いずれも5回届かずに降板。まあそうだね、今ヘルニア何年持病を持ってたと。まあそうだね、はい、で、まあ、育成になったけど、はい、また調子を上げたらすぐ支配下になると思うし、はい、だからこのピッチャーは今年、はい、出てきたら俺は勝てるような気がする。おお、もうあの先発で出てくるってことですよね。もちろんもちろん、うんうん、じゃあ何かこういいきっかけさえあれば、うん、巨人の今後のローテーションの一角になりうる。まあ去年、今年、はい、ローテーションに入れるかどうかは別問題として、はい、うん、今年なんかきっかけの年にしてほしいなっていうふうに思ってピッチャー。まさにこの勝負の年。そうだね、ですよね。じゃあ豊さん、巨人からは直江大輔投手でいいですね、はい、ブレイクして、ね、ブレイクしてほしい、はい、さあ続いて阪神ですけれども、はい、小畑選手ですか。小畑、はい、この選手はね、はい、やっぱ3拍子揃ってるわ、うん、で昨年、まあ、まだ若いからね、はい、まあ、守備という面では9つのエラーかな、うん、試合数の割には多かったんだけど、はい、でバッティングは2割2分、うん、だけどこう昨年はこう線が細い、うん、で1年経って、まあ、このオフも鍛えてきて、はい、まあ、ちょっと大きくなってくればパワーがついてくれば、うん、ちゃんとした数字を残せる選手、お面白い選手だから内野の、まあ、リーダーというになってくれるかなみたいな、うんうん、そのぐらい期待したい小畑選手、うん、魅力ある選手、はい、じゃあ阪神からは小畑選手一人でいいですね、はいはい、続いて中日ですけれども、はい、石川昂弥選手。石川だよね、去年ね、はい、なんかね当てただけでフェンスまで行っちゃうんだよ。そのぐらいのパワー秘めてる、はい、ただ名古屋球場ということで、うん、まあ、ホームランの量産ということにはいかないんだろうけども、うん、変化球に強いんだよね、うん、でこれなんでかというと高校時代からそのスラッガーだったから変化球で攻められてるんだよね、はい、その打ち方は素晴らしくうまいわけ、うん、ボールを拾ったりするの、うん、ただ速いボールに対して遅れる傾向があるから、うん、速いボールを克服したら必ず出てくる、うん、その速いボールを克服するっていうのはそれの慣れだな、慣れなんですか。慣れだな、 あの筒香が速いボールが弱かったから。どうやってだからもうとにかく打たせて速いボールを練習の時に。練習の時、ただまあ試合と練習とは違うけどね、はい、まあ試合で慣れてくれば必ず打てるバッターだと思う、はい、石川昂弥選手、はい、そして、はい、もうブレイクしてほしい、しなきゃダメだぞがネオ選手。まあネオだな、ねえ、
テニックスリーグかなんか見てるとさ、はい、若干良くなってきてるかなっていう風な兆しは見えるんだけど、うん、まあ、ちょっと時間がかかりそうだよね。三浦選手はその上で使い続けてるといい選手なんだけど、それともやっぱり落としたり上げたりの、いやまだね修正するところがたくさんある、はい、だからきっちりやらした方が彼のためだと思う。中途半端にならないで下できっちりしてから上に上げる、うん、そうそう、だって彼の成績といえばさ、はい、必ずこう常時3割打ってほしいバッターでしょ、はい、それが無理やり使っていくとなんか2割8分とか2割7分とかそこら辺に落ち着いてしまうような気がするんだよね、はい、だからしっかりしたものを身につけて上がってきてほしいね、三浦選手は、はい、もうあのね一緒に戦ってた同期の人たちがもうブレイクしてますからね、今日慌てるな大丈夫です、あ大丈夫大丈夫、そこは慌てず、慌てない、はい、さあ DeNA ですけれども、うん、森ケイト選手、森だな、内野手、内野手、はい、まあ、昨年後半ねちょっと出たけど、はい、うん、まあ、見事だったよね。見事っていうのは何が見事かというと、甘いボールを的確に捉えるんだよ、はい、ファールにしない、うん、でミート力もあるし足が速い、足が速い、足が速い、いい足してる、 5.8 秒、ああ速い速い、だからベイスターズにないものを持ってる選手だよね、はい、それとセンターライン、うん、まあ、例えば大和がいたり倉本がいたり柴田がいたり、まあ、外のセカンドやったりとかしたけど、はい、やっぱ軸がいないんだよね、うんうん、その軸になれる選手だよ、森敬斗選手、うんうん、これ巨人から、まあ、田中選手が入ってくるじゃないですか、うん、で足も速い、そして同じ内野手ってなると、うん、これは競うんですか、どうなんですか、いや将来的に考えると森を使うよね、はい、同じだったら、はあ、そりゃそうだよ、ドラフト1位で取ってるし、あドラ1なんですね、ドラ1、それで、はい、コンビ組むかもわからないよね、例えば二遊間、そうそうそう、だから DeNA とすればやっぱセンターラインの強化だから、はい、だから森なんていうのは大チャンスだし、はい、まあ、それだけのものを持ってる、そうですね、で二遊間でその森選手田中選手っていうなんかニューヒーローが生まれれば、うん、また DeNA のなんかチームの活性化というかなんか人気にもなりますよね、うん、他の3人はどうするの柴田も頑張るっつってるぞ、すみません、これ、ね、名前が入ってなかった、まあそうだ、入ってない、まあ、でも競争社会競争社会、そう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 、厳しくいけば厳しく厳しくいけばダメですよね、そうですね、続いて広島ですけれども、はい、島内選手、はい、防御率 4.54 な、去年が38ゲームで投げたと、そうそうそう、はい、だから島内はね、はい、一つのボールだけ取ると一級品なんだよ、うん、まとまらないんだよ、どうすればいいんですか、もうね、だから言えばカウント負けするんだよ、はい、ボール先行して、うん、もう見え見えのまっすぐを打たれるとかさ、あでも見え見えのまっすぐのを弾き返してファールにする時もあるんだけど、だからこれがまとまってくれるともう一流のピッチャーに仲間入りするよ、そのぐらいボールの質はいい、ということはあとはその頭の中でどう配球を自分で考えていくかとか、配球が組み立てられないぐらいバラバラになる時があるんだよ、あコントロールが悪くて、はい、でもまとまってる時はきっちりもうピシャーっとくるんだけどさ、うん、その差が激しすぎるんだよ、うん、だから俺はなんかこう島内を最初に見た時に、あこのピッチャーはすごいピッチャーになるなと思ったの、はい、その期待を裏切るなと、いやでも物はいいから、だから頭ということはメンタルというか冷静にっていうことでしょうね、頭の中で、うん、あとはやっぱりリリースポイントをちゃんと覚えなきゃダメだな、バラバラになっちゃうんですか、ちょっとバラバラになるときある、だからまとまってくると素晴らしいピッチャーになるから、はい、じゃあもう今シーズンこそは、ね、あまとまりになる、そうだね、去年も、ある程度経験もできたしね、はい、うん、あとここに小僧のって書いてます、小僧の、この何やってんだこのこれ去年も同じこと言いませんでした、小僧のが出てこないっていうのが不思議でしょうがないんだよ、これなんでですか、分かんないけどな、それなんかこのコーチ陣とか首脳陣で考えてることがあるのか、それとも小僧の選手自体の何か例えばもうちょっと技術かとかそういうことなんですか、なんですか、いやもう素質でやってたんだよね今まで、はい、で素質だけでもできた選手なのよ、はい、それがなんかいきなり出てこれなくなったりとかさ、うんうんうん、なんか去年は一本もヒット打ってないんじゃない、打ってないんですか、ね、打ってないと思う、はい、これじゃ困るんだよね、いやそうですよね、うん、何やってんだ小園って、大好き、これは葉っぱだから、そこはもう葉っぱをかけるという意味で小園選手期待してるよ、もう本当そうですよ ね、はい、そしてヤクルトが
奥川投手もうねここはね、うん、まあ投手陣が弱いって言われてるでしょ、はい、まあ奥川昨年1試合投げたよね、はい、もうとっちゃなかったよね、防御率 22.5、 もうコッパに打たれたんだけどさ、だけどやっぱり持ってるものが違うよ、うん、まあ春先からちゃんとした体を作って、うん、まあ今年なんかはやっていくと思うから、うん、奥川がポンと出ることによって、うん、他のピッチャーを引っ張ってほしいというね、はい、うん、まあ注目されるだろうし、うん、だから奥川は出てこなきゃダメだもん、もう2年目ですからね、はい、今シーズンはぜひ活躍してほしいと思いますけれども、うん、パリーグいきますか、はい、パリーグね、パリーグ、まあ、ソフトバンクですけれども、うん、古谷投手、古谷、まあ多分、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、はい、左で160キロ投げれるんだよ、で その選手が三軍戦で出てるんですか、三軍戦なんだよ、まあ血行障害とかがちょっとあったのかな、はい、まあ、それで出遅れたんだけども、うん、このピッチャーやっぱ魅力だよ、はまった時にボールに力があるの、ファームの試合をちょっと見たことあるけど、はい、やっぱそのまま一軍で投げても抑えるんじゃないかっていうぐらいのピッチングするときあるからね、すごいですね、うん、あと彼に足りないものっていうとどこを補えばやっぱ一軍に定着できるんですか、そうだな、まあ、あの一軍ですか、いやもうね160キロ投げれるんだから、はい、あとはやっぱ自分にどう自信を植え付けていくか、うん、まあ、そこだと思うよ、160キロ投げたら少々とっちらかったって、うん、ちゃんがらになったって大丈夫だから、まあふね、空振りだったり、そうそうそう、そうですよね、大丈夫大丈夫、ね、うん、だから古谷注目、すごい、そしてその他に川瀬選手と正穂選手挙げてますけれども、うん、まあ去年ね川瀬なんかは、はい、あの今宮がね離脱した後に、ね、はい、もう必死でやってた、うん、で周り見えなかったと思うんだよ、はい、でも今年はやっぱある程度周りも見えるようになってきて、うん、まあ、成績を収められたらいいなってまあ、ちょっと思って、はい、うん、で、正穂選手、正穂もね、パワーがあるしね、うん、そうですよね、うん、頑張ってほしいですけれども、さあ続いてロッテが高部選手、うん、はい、これあんまり知らないと思うけどさ、はい、これはもうイチローに似てる、あ、バットコントロールは抜群だから、あ、そうなんですか、足も速いし、右ですか、左、左、うん、いや、それで、まあ、井口監督とも話したんだけど、はい、まあ、藤原って言われてるかもわからないけども、うん、高部っていういい選手もいるんですよって、お墨付きだから、しかも 50m5 秒8、うん、また足が速い、速いし、まあ、藤原も5秒8ぐらいで走るでしょ、はい、足速いし、だからこの高部っていうのが育ったら、うん、面白いと思うよ、しかもじゃあ1番とかのタイプってことですね、1番とか2番とかのタイプ、バットコントロール、バットコントロールとか考えると、はい、3番もいけるかなと思う、そうなんですね、でね、ロッテでね、レギュラーの中で規定打席達して一番高打率って2割4分8厘かなんかなんだよね、あ、中村の、そうなんですね、低いだろう、ね、チーム打率かって思うぐらいでしょ、はい、チーム打率はもっと低いからね、だからちょっと打てば一軍定着できるから、あ、ちょっと打てば、いや、でも高めっていうのは2割とかそんなバッターじゃない、確実に3割打ってくるバッターに育つ、そうなんですね、うん、で西武なんですけれども、はい、西川なんでしょう、はい、これはねいいバッターなんだよ、うん、で甲子園で優勝してるしね、花咲徳栄、うん、はい、で甲子園で優勝してるって言うのは藤原が優勝してるでしょ、はい、やっぱねああいう大きな舞台を踏んでるやつって、うん、何か持ってるんだよね、うーん、だから俺は期待をして、どんな選手なんですか、いや、 やっぱりこうパワーもあるから、はい、長距離砲なんだろうけども、はい、ただ西武の左が育てないんだよね、大砲に、あ、右ばっかり、だから歴代考えるとさ、はい、まあ例えば秋山清原とかさ、はい、まあ、おかわり君とか山川とか、はい、なんかこう右がずらっと並ぶんだよね、左は好打者が多いんだよ、はい、まあ例えば秋山だとか栗山だとかさ、うんうんうん、で左でパワー系のバッターが育つと面白いなと思って、でその他に鈴木翔平選手と高木渉選手も挙げてるんですけど、同じようなタイプなの、あ、西川選手とへえ、だから3人の中で誰かが出てこないとダメだという、3人とも左のパワーバッターになるってことなんですね、もう面白いよこの競争が、そうですね、で1人出てきたら2人落ちるからね、多分、まあ、そういうことになる、他にポジションがあるから埋まってるから、じゃあもう3人が競争、競争だよ、だからこの競争を楽しんでくれる今シーズンは、うん、でも期待のできる3人だから、はい、ね、そして楽天ですけれども、はい、太田捕手ですか、キャッチャー、はい、あそこはね、うん、
まあ、ある程度レギュラーって言ってもいいのかなっていうような感じなんだけど、太田はね、もっと成長しなきゃいけないし、はい、もっと今年は成長するであろうということだよね。うん、もともと関西六大学出身で、うん、MVP でさらに首位打者、首位打者も取ってる、ね、でもね、打率が悪い。打率が去年2割ジャスト。そうだろう、はあ、MVP 取った男でしょ、首位打者取った男でしょ、はい、だからね、うん、まだバッティングのね、あの非凡さが出てないんだよ。じゃあこれ打てると、その打てる捕手として使われるってことですね。 それと、うん、やっぱり楽天はいいピッチャーいるよ、はい、でも受け手がいないということで、うん、大谷頑張ってほしいということ、うん、だってドラフト1位の早川、うん、早稲田の、うん、あれをせっかく取ったわけだし、うん、だそれを受けるキャッチャーがヘボだったらいかんの。まあそうですね、きちっとした。でも太田はまあしっかり経験も積んだしね、昨年、はい、うんうん、だから今年ブレイクしてほしいと思う選手の一人。じゃあもう太田捕手ちょっとチェックです、要チェックですね、はい、で日本ハムが、はい、野村選手ですか、はい、野村ね、はい、大型内野手、はい、久しぶりになんか期待のできる大型、うんうんうん、でなんかこうレギュラーとして定着させたいみたいな、はい、そういう選手がやっと出てきたみたいな感じ、うんうんうん、すぐ怪我してから。去年が、21試合に出て3本ホームラン、そうそうそう、打って2割5分7厘、うん、7失策でもすぐ怪我をしてしまう。いやもうポンポンとホームランが出たんだよ、はい、あこの選手は1シーズン働いたらどうなんだろうと思ったら、うん、すぐ怪我しちゃう。じゃあ戻ってきたら、はい、またポンポンと打つんだ。じゃあもうこれは1年間怪我をせずに行けばもう定着できる選手ですか、うん、いやレギュラーとしてなんか器を感じる選手一人なんで、楽しみですね。楽しみ楽しみ、大型な野手、うん、はい。さあそして最後オリックスですけれども、はい、紅林選手、あの面構えがいいかな、うん、どんな面構えなんですか。本当なんか、いや本当ちょっと切れ長の目でさ、はいはいはい、なんか初ヒット打った時のファースト相手どこだったかな、なんかこう話しかけたら、うん、似合ってするぐらい。まあまあ場に慣れてないっていうこともあるんだろうけど、はい、まあまあショートができて、はい、守備もうまいし、うん、まあ、成長していくと、はい、まあオリックスの中心選手になるよね。高校通算で40本ホームラン打ってる。そう、バネを感じる選手、パワーとテクニックがある選手。そうだね、吉田正尚選手とはまたちょっと違うんですか。全然違う、うん、全然違う、うん、何番ぐらいを打っていきそうな。いややっぱり 1,2 番打ったりとか、はい、まあ言えば3番打ったりとか、うんうん、まあそういうポジションでやってほしいなと思うよね、はいはい。そしてもう一人挙げたのはこれ大下選手。大下ね、はい、ガッツマンだよ。ズンブリムックリ君、ムードメーカーみたいな感じです。いやこの子はね見てるとね、はい、リーダーシップを取れると思うんだよ、うんうんうん、だからオリックスに足りないのはリーダーシップを取れる人、はい、まあ吉田も取れると思うけど、はい、こういう明るく弾けれるやつが定位置を取ると大きいよね、はい、チームのまとまり、うん、それとねオリックスのでね、はい、内野で昨年規定打席に達した人間が一人もいないんだよ、はい、だからぜひ紅林か、うん、大下に規定打席に達してね、はい、活躍してほしいなと。そうですね、そしてチームの順位もやっぱり上がっていってほしいなというところですよ ね、はい。さあ今シーズン、まあ、今年ブレイクしそう、そしてブレイクしなきゃいけない選手、しなきゃいけない、はい、うん、あの12チームすべて挙げていただきましたけれども、はい、ちょっとねあのこの選手たちが今シーズンどんな活躍を見せるのか、ブラジルを盛り上げてほしいな、そうですね、楽しみにしたいと思います、はい。